皆さんこんばんは、ゆうこのメイドの土産です。なんとですね、今日は私一人インパしてます。週に1回も行ってんやから、もうそろそろ一人インパできんじゃんって言われたんで、ちょっと挑戦してみようかなと思って来たんですけど、まあ何をしていいかわからないので、カイザーから指令をいただきました。時間制限ありの指令がこちらでございます。カイザーからの指令はこちら。制限時間は3時間。1つ目、好きなショーを楽しむ。2つ目、乗りたいアトラクションを楽しむ。3つ目、レストランで気になるメニューを食べる。4つ目、さやかとカイザーにお土産を買ってくる。なお、撮ってきてくれた映像はなるべくノーカットで使うんだそう。お母さん大丈夫かな。はい、じゃあ今から行ってきます。3時間タイマーセットしました。では何から行こうかな。お楽しみに。ちょっとショーを見てこいっていうことなんで、ショーを見てきます。シングル待ち、スパイダーマンのシングルライダーが5分待ちなので行ってきます。アトラクション1個目です。しょうがないんだよベイベー。メイドの土産、はい、スパイダーマン乗ってきました。シングルライダー5分待ちって書いてたんですけど、ノンストップで入れました。カップルの方と一緒に乗せていただきました。ちょっとお邪魔虫やったかも、ごめんね。しょうがないんだよベイベのシングルライダー狙ってきたんですけど、30分待ちやったんで、ちょっと次行ってみます。ここが一番面白い。シングルライダーが25分待ちなんで、ちょっと行ってみようかな。ちょっと怖いけど1年ぶりぐらい乗ってきます。今残り時間が2時間20分になってます。ここまで1分でした。絶対乗ったらあかんやつやね。すごいわ。ちょっと休憩します。ちょっとフラ台で半分ぐらい魂持っていかれた感じしてます。ちょっとゆっくりめの上手でも乗ってこようかなと思ってます。ワンダーランドとか行ってみようかな。スヌーピーちゃんに癒されに行ってみるのもいいかもしれないね。はい、ちょっと行ってきます。
スヌーピーちゃんに癒されに行ってみるのもいいかもしれないね。久しぶりにモッピーのバルーントリップ乗ってきます。楽しみが待ってるよって言ってます。メイドの土産、はい、乗ってきました。めっちゃ癒されてきました。結構まあまあ高いから子供さん怖くないのかなと思いながら乗ったんですけど、今の経過時間がじゃん1時間26分45秒。結構3時間で長いよね、うん、もうちょっと頑張ります。はい、はい、ハリドリ乗ろうと思ったんですけど、シングルライダーが70分待ちだったんで、もうあんまり時間がないのでね、今日は諦めることにしました。あとミッションがまだあと少し残ってるので、今からもう少し頑張ってみます。はい、いいよね、それでいいよね、2人もいいって言ってます。エレンプレート頼んできました。一人でレストラン入るとか本当初めてなんで、私にとったらかなりの挑戦なんです。いいから黙って自分の好きなように食ってみろって言ってるんで食いたいと思います。あと残り時間が時間あるかな、頑張って食べます。ごちそうさまでした。美味しかったです。ちょっと休憩一服して今こんな感じ。あと19分52秒。これお土産買いに行けるからちょっと一服したりすぎます。今からちょっとお土産見に行ってから買います。あとね、残り時間が12分しかないです。ちょっと大急ぎで行ってきます。
前さやかちゃんが美味しそうって言ってたような気するんよね。これにしようかな。はい、買ってきました。あ、わ、もうギリギリでございます。あボヨヨヨボ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 ヨボヨヨ燃えた。ちょっと待って、目で止めない。ギリギリセーフ、ギリギリセーフで、お土産も買えたんで、今からねもう帰って二人にお土産を渡して終了にしたいと思います。なんとか一人インパ思ってたよりも楽しく過ごせたのでよかったかな。カイザーの指令なくても行けたかなっていう気がしました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日の動画を見てお母さん一人インパできてよかったね、私も一人インパしてみたいねって思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは、じゃあね、バイバーイ。超美味しそう。今度来た時食べたいと思います。今日はもう無理よね。またねー。